任天堂ダイレクト2024827、イエーイ。というわけで、どうも皆さん、スタッフの名前です。なんか、今回全然違うキャラ入ってね。というわけで、今回はですね、任天堂ダイレクト、ソフトウェアラインナップ、プラス、インディーワールド、インダイ？これなんていうの？要するにインディーズゲームだね、これ。それの発表会があります。放送約40分の、しかもライブ配信っていう形で、であるっていうね。任天堂ダイレクト一つやるんじゃなくて、今回インディーゲームもつけてやるんだっていうね。で、計40分の、動画という形になりますと。現在22時51分でございます。この約9分後に、放送が始まる予定です。というわけで、わずかな期待を込めて、星のカービィの新作を待とうっていう中、なんか全然違うキャラ言うんですよねって。ちょっとカメラの方がズームして、ちょっと下げよう。はいはいはい。ちょっと照明も下げまして。はい。というわけで、こちらですね、私が最近ハマっている、コピープレイタイムのハギーワギーさん、右ね。そして、ファイブナイツアットフレディーズから、フレディ、チカ、ボニー、そして、フォクシー、あとカップケーキの、キャラクターたち揃えてみました。一つはアクションフィギュアで、一人は、この四つは、レゴですね。いやー、なんかね、最近ね、ハマってるんですよ。このキャラクターたちに。めちゃめちゃハマってるんですよ。なのにゲームだけはプレイしたことがない。だからこれを機にプレイしてみようかっていうね、検討してる。これインディーゲームに入んのかな、一応。うん。任天堂のゲームではないけど、確かコピープレイタイムは任天堂スイッチで配布してるんだよね。だから、やろっかなーってね、考え中なんだよね。なんやかんやでも今回の目的はもちろん、星のカービィでございます。しかしね、まあ、前回もダイレクトでもカービィ一切なかったし、正直にね、今回ね、任天堂ダイレクト割ってこれも入ってくるっていうことは、そんなに任天堂タイトル今回発表ないんじゃないかなっていうのが、まあ、みんなわかってると思うっていうね、感じなんだよね。もう若干、半分半分かーっていうね。だから、新情報はねえかなって。でも、俺はね、ワンチャンあると思ってんのが、星のカービィトリプルデラックスとロボボプラネット HD リメイク来るんじゃねって思ってるんですよね。ワンチャン 3DS カービィリメイク来ねえって。リメイクっていうかまあ、HD リマスターバージョンで出ねえかなって。ウィーデラもやったし、トリデラとロボプラもそろそろいいんじゃないって。スイッチ進行形機がどういうものかはわからないけど、まあ今回その発表はないんだけども。うん。十分可能性はあると思うんだよね、個人的には。だから、僕はそのわずかなる希望を求めて、割ってなんでもうわずかって決めつけて、まあまあ、半分インディーゲーム取られちゃうっていうのを分かってるからなんだろうけども。でもどうなんだろうね。まあ、まあね、ハイブナッツフレディーズもね、フナフもね、今年10周年を迎えますし、ポピープレイタイムもね、今、チャプター4の準備が始まり、さらには一応、ね、フナフ同様、ホビーブレイタイムも劇場版制作が決定しましたしって。いやー、くそー、フナフね、映画とか見たら、映画館とか見ずね、後で見た形で全部ハマったのよ。映画館で見たかったなー、ファイブナッツフレディーズ、これは。もうあの、エンディング流れた瞬間に、あー、なるほど、これかーってね、なんかね、ハマってきた、どんどん、フナフに。さあ、果たして、何が起きるんでしょうか。任天堂ダイレクト。さあ、あと6分ですね。怖えな。すいません、お茶を飲みました。ペットボトルが。事前収録した映像を放映します。放送はシステムのトラブルと予告が処理する場合に、あらかじめご了承ください。まあ、ここは前書いてと同じですね。まあ、あと5分ですね。それでも、はあ、これどうなるんだろう。あるかな、カービィ。てか、会ってくれ、マジで。そろそろ来てほしいんだよな、カービィ、マジで。グルメフェス以降、あんまりねえからな。でも、ってなんだよね。わかるかな、この気持ち。わかんねえ、わかる、わかるって。さあ、今、ちょうど YouTube では8万人の視聴者があって。
いやー、こうドキドキするね。カービィがあるかないかで、もうね、もう最初に言ったけど、もうカービィなかったらまた発狂しないからね、マジで俺。もう俺はやっぱりカービィ一択。うん、で、インディーゲームっていうのはあんまり自分の中でよく理解力がないから、いや、別のゲーム持ってこようっていうことで持ってきた。フィギュアたち。いやー、そうだね。俺、ニンテンド以外のゲーム何やってるって言うの？ FGO やモンストって入っちゃうんだろうね。あ、ちょっとね、ここだから、せっかくだから、FGO のね、ものすごくどうでもいいエピソードしていいって。あのね、私、今回ね、結構お盆休みがあったんですよ。まあ、8月だから、そらそうだろってなるかもしれないけど、まあ、いろいろあって、今回は、まあ、結構、7月まで予定ぎっしりだったから、まあ、8月もあるっちゃあるんだけども、明日もあるんだけども、それでも、まあ、うん。お盆休みは結構長くあったのよ、割と。だから、俺それを機に、あ、これを機に FGO 進めようかなと思ってね、実はね、第2部の5章の途中で止まってる、中途半端で今のイベントも、オーディルコールだっけ、あそこまで行くには7章までクリアしなきゃいけないってあったから、お盆休みの日やってみよっかと思ってやってね、私とんでもない目に遭いました。あのまさかのね、プレイヤーに対でダイレクトアタックダメージを食らいました。何をが言いたいかって言いますと、あんまりネタバレ言いたくないからここはちょっと防ぐんですけども、2部7章のオルト戦、まあ、ここまで言えばここまでネタバレなんでだろう、この試合中のね、途中でね、私、ぶっ倒れました。それは、先言っておきます。ゲームの、内容の、ストーリーの内容とか、ゲームの仕様とか、そういうことではなく、ゲームの仕様一部に入るのかな？ぶっちゃけ言いましょう。とある、途中で、携帯が変わって、ぐるぐる回って、そしてなんかものすごくスマホが重くなってるんですよ。で、これはちょっとネットで調べたら、あ、これ重くなるのは仕様ですってなって、あー仕様なんだって思ったんだけども、ものすごく気分が悪くなってきて、トイレで、リバースしました。ぶっちゃけ言いましょう。この戦いをオルト戦っていうのは本当になんか結構難しかったり簡単だったりといろいろ意見が分かってですか、ぶっちゃけ言います。ゲーム内容としては、僕的には、まあ、簡単な部類でした。だが、映像に、やられて、前代未聞、まさかの、初めてです。FGO 結構、長年結構やってますけど、初めて、画面酔いで吐いて、こんなん進められっかっていうことで積みかけました。なんとか時々画面見ないで、なんとかコマンドをして、そして進んで、音でなんとか判断してっていうので、なんとか続けて、もう頼む、でもこのゲーム進めないとクリアできないしって、途中で感動的なストーリーも全然入ってこれねえしっていうね、もうね、まあ、あくまでも私の、まあ、3D 酔いっていう、言うべきなのかな。酔いが結構、まず苦手な分類なんで、長時間できないっていうのもあるんですけど、なんか僕のその色合いとかの相性がものすごく悪かったんでしょうね。フルボッコに会いましたっていうね、別の意味で。友人にこれを、言ったら、それはまた別だろって言われて、で、クリアできたのって、うん、クリアはできた。あっさりと、難易度的にはって。でも全然違うところでクソダメージ食らったっていう話でした。ひどい目に遭いました、本当。いやー、まあこれは完全にFGO ではなく僕の問題ですから、僕の三杯期間っていうべきの酔いが悪かった、相手が悪かった、本当に僕個人の問題です、ただの、すいません。ただそれだけです。ゆえにもうね、ちょっとトラウマになっているって、もう あの色合いやめてって、ああいう回転やめてって、なんか綺麗に酔っちゃった。もしかしたら俺しばらく FGO やめるかもしれんっていうね、くらいトラウマになった。まあ来年第2部完結する予定と言っているので、その時はまあ全力でやると思いますがね。いやー、おーっと始まっちゃった。さあ、おー、始まった、始まりました。あ、
おお、まずはインディーゲームからですかね。インディーワールド。さあ、というわけで始まりました。FGO の愚痴言ってたら始まりました。FGO の愚痴より私の愚痴です。すいません。FGO は何に終わるか言いません。私が勝手に酔っただけです。すいません。さあ、まあ、ちなみになんでこれまでインディーゲームのダイレクトをやってこなかったのって、まずカービィねえからだろっていうの理由だったからね。なんだなんだ。え、これなんだ。いや、わ、基本的に全部なんだなんだけど。横スクロール系？あ、当たった。まだ幼いネバ。え、これでポピープレイタイムとか来ねえかな。インディーゲームってそういうことに入るのかな。無知ゆえにすいません。なんかめっちゃ可愛いな。ネバとはぐれないよう目を離さないで。なんか豪快な犬の散歩みたいな。ネバは成長していく。いいね、こういうの好き。おお、なんだろう、影だけっていう感じ、これいいね。ネバネバネバ、それ違う違う違う、記憶バラトロ。なんだバラトロ。一人用ゲームなの。8枚の手札からポーカーの役を探します。これポーカー苦手なんだよね。うまく言うね、ルールがちゃんと覚えきれてない。ポーカーの役はそれぞれ倍率が決まってる、ストレートラッシュは上がる。フラッシュとかがよく分かってないんだよね。今回は56点でした。そして決められたターン以内に目標スコアに到達すればクリア。なんかソリティアみたいな感じでやればいいのか。でもこのバラトラこれだけじゃないんです。対戦プレイあんの。次のラウンドに進む前にショップでカードを購入できます。え、何を。なんで？例えばこのハーフジョーカー、役を作るカードが3枚以下なら倍率が増えます。普通のポーカーにしてくれよ。これが普通のポーカーなの。役のレベルをアップすることができます。どういうことどういうこと。今回はワンペアのレベルを上げてみます。このデッキで次のラウンドに挑んでみましょう。先ほどと同じ9のワンペアですが、惑星カードとジョーカーの効果で前回よりもスコアがぐんと上がりました。どういうこと。おカードの組み合わせ次第で桁違いのスコアになることも。ソリティアじゃないです。挑戦してみてください。私ってトランプはね、もうそう。バラトロは配信中。1700円もすんのこれね。言い方ひどいな。さすがに今の悪かったかな。実際の説明がありません。え？何をするのか。どこへ向かうのか。なんか夢日記みたいな世界観だな。この動物たちは脅威なのか。なんか考察していくっていう感じ。なんかトドロっぽいやつついていたな。なんだろう。あたりをじっくり観察すれば先に進むヒントが見つかるかもしれません。なんだなんだなんだこれ。さあ、アニマルウェブへようこそ。ちょっと怖えな。アニマルウェブは配信中。配信中。なんだ。2025年東京。
カフェ？ん？神社？コーヒートークが舞台を東京に移して新たにオープン。コーヒートークって何？あなたはこのカフェのバリスタとしてお客さんに。え？カッパ？カッパのケンジさんはサラリーマンとして働いています。え？うわ、めっちゃリアル。さて、注文が入りました。抹茶をベースにミルクをダブルにしましょう。ラテアートはステンシルを使って少し豪華に。抹茶ラテの完成です。抹茶ラテ。癒しの一杯ね。あーでも俺こういうのいいっす。ちょっと俺も癒されたいって思うかも、ほんと。でも俺玉茶しか飲めねえんだよな。コーヒー無理なんだよな。なんだこれ、もしかして8番乗り場。車両を移動しながら電車からの脱出を目指すゲームです。あーこれ出るんだ。足出ましたね、8番乗り場。いろんな人が実況してるからね。たとえ異変があっても扉が開けば次に進めます。はい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 、動いちゃダメ。異変に対応できないと。怖い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 、ドキッとしてくるよねこれ。もう大ブームになったからね、8番出口。わからないときは8番乗り場。ヒントがあるかもしれません。電車から脱出することができるでしょうか。あ、これ確かさ、あれこれヒカキンさんの声って何聞いたんだけど、これ本当？俺知らないんだよね、なんか。また8番出口と8番乗り場が一つになった。おお。パッケージ版も出るんだ。すげえな。前回のインディーワールドで紹介したリファインドセルフ。なんだ？性格診断ゲームについて続報です。あったっけこれなの。ごめんなさい。していた発売時期から遅れましたが、本作の配信日が10月3日に決定しました。覚えてねえな。一応チェックはしてるんですよ。ダメだな。とか、でも8番出口パッケージ版なら俺ちょっと考えるな。ちょっとダウンロード本番の方が安いって分かってたよな。インディーワールドの公式 X アカウントでは注目のインディータイトルの情報を随時更新しています。また任天堂スイッチのゲームニュースでもインディーワールドチャンネルがありますのでチェックしてみてください。いろいろ俺も本当見てみようかな。てか一瞬今 Wi-Fi 切れかけてたんだけど大丈夫か。描いた物体でお、キューだ。パズルゲーム、キューだ。遊びを一新し、Q2 として登場。おお。Q2 ではキャラクターが操作可能に。物体を掴んだり投げたり。あ、これ見たことあるかも。Q パンチするなんかど誰かの実況見たことあるかもしんねえ。もう発想の勝負だよね、これ。そっか、これもできるようになるのか。うまくいきません。そこで、線を描き、道を作ると。2、1、クリア。要は、出て、今のやってるって。こんなキャラいるんだ。これは知らなかった。物体をくっつけるなど固有の能力を持っているのでクリアまでの方法は様々。さらに最大4人の協力
へぇー、剣玉が999円、なんともいい、買いやすい値段。なんだ？おお、サスペンスもの。こういう推理物はやっぱりね、やっぱり惹かれちゃうよね。こうやっぱり自分でもやっぱり犯人考察しちゃうじゃない。犯人はこの人で、きっとこういう裏があるんだよって、もう共感したくてついついやっぱりプレイしちゃうっていうさ。昔は俺コナンでそれやりまくったことあったな。まあ犯人全然当たんないんだけどね。なるほど。証言を得た人物で、縦にはその人物の証言が並んでいます。文字ばっかでちょっと難しいな。証言にある孫娘という言葉、聖華ちゃんの母親の発言としては違和感があります。もしかすると新しく出てきた聖華ちゃんの祖母の証言でしょうか。へえー、これで正解を導き出すと、終わらせるっていうことは逮捕するって、今ちょっとしれっとなんか死んだんですねとかだったらちょっとやばくねえか。いくつもなんかあんのかな、事件一個だけなのかな。なんだ？ピザタワー？どういうこと？なんか海外のカートゥーンみたいな。なんじゃ？もう海外の本当にルーニー・トゥーンで飛ぶジェリーみたいな感覚の。本当に放送してるアニメなのかな、これ。誰？どういうことですか？なんか、なんかワリオランド3みたいな、なんか。癖が本当に強いすぎるって。なんだこれ？何これ？てか今更なこと言うけどさ、あのこれ小安さんの声、さっきからずっと言ってんの気のせいだったらごめんなさい。どう？なんじゃ？また推理物とはなぁ、でも悪くないんだな、こういうの本当。なんで？妖怪ウォッチ？都市伝説が該当しているのかを特定、事件の真相を解き明かすとともに都市伝説
また癖の強い都市引っ張ったやな。来年かい。いかがでしたか。次が最後のタイトルになります。ほう、お次はなんだ。およ、これなんか見たことあるぞ。ピコパークっていうんだこれ。なんかどっかで見たことあるけど、なんか面白そうだな。空気読みみたいな。あ、死んだ。あ、みんな。うわあ。ほう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 。パークって言うんだ。結構見たことある映像なのにタイトル知らなかったな。今後も注目のインディータイトルを紹介していきますので、お楽しみに。8番シリーズはびっくりしたね。この後すぐに任天堂ダイレクトソフトメーカーラインナップをお届けしますので、そちらもぜひご覧ください。いや、もうぜひと見ますよ。いきますよ。良いインディーライフを。はい、いやー、なんでしょうね。こう推理系列は結構楽しめそうですよね、やっぱり。こう考察が広まるってやっぱり大好きだね、僕は。さあ、では、任天堂ダイレクトかな、次は。ん？お、始まった、始まった。さあ、こっから本番です。さあ、カービィはあるのか？カービィが来たら私は発狂してしまいます。さあ、どうなっちゃうの？カービィ、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 発売を予定しているタイトルを中心にご紹介します。サプライズで入ってきてくれ。ヘッドラインをご覧ください。サプライズで来てくれ。仲間と共にドラクエか。まあ、まあ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 、これはね。1やりたいんだよな。ドラゴンクエスト。ここは旅人たちや仲間を求めて集まる場所、ルイーナの酒場。仲間の職業を決めた後は、見た目、髪色、結構変えられるんだ。声などカスタマイズできるようになりました。またバトルで役立つ特技が一部の職業で習得できるようになり、メタルスライムはさらに行くか。さらに新たな職業、魔物使いが登場。え、こんなんあったっけ。モンスターが使うような攻撃ができるほか、味方の回復までこなすことができます。仲間の職業を何にするかで冒険の楽しみ方も変化します。以上、新要素の紹介でした。あなただけのパーティーでいざ魔王討伐へ。いいね。あ、スライム。そうそう、モンスターが活躍できる新しい場所があるようです。続報をお待ちください。スライムもりもり。そして伝説へは11月14日発売。こ
いつやろうかかけてんだね。ディズニーの名曲？なんだ？なんだ？じゃあチッパディドゥーダ流そうよ。スプラッシュマウンテンってか南部の歌のって無理か。じゃあロジャーラビット行こう。ロジャーラビットなんでコアなばっか。アロハイコーマン入ってねえかな。あーでもスティッチあんだ今の。来年リル&スティッチ映画やるからね、ハリウッド版で、自社版で。俺はあれ見に来てそうや、スティッチは。俺スティッチ結構大好きなんだよ。なんだ？あんまりやんねえからな、こういう格ゲーは。スマブラやるけどね、て。昔はゲーセンで、まあ、友達呼ぶのやったことあるけどさ、こういうのを。よう分かんないんだよな、ほんと。結局適当にガチャガチャやっちゃうっていうね。なんだ？てんこ盛りだな。こういうのもありか。まあ、そうだよな。来年じゃねえか。じゃあカービィもワンチャンあるか、これやっぱり。おお。マーベルはね、気になっちゃう。ピックアップ、あるかな？なんだっけ、これ。なんだオンラインでは1対1で対戦。シャチは動物なのか。オンラインなら最大4人で遊べます。シャチは動物なのか、イルカも動物なのか。どっちかっていうといいか。サメも入んのかな。なんだ、なんだ。おお、なんか爽快楽しそう。なんだ。あー、スポンジボブ。え、何？このゲーム、決まった目的はなく、何をするにも自由。スカイダイニングや、ボートで競い合うのもよし。なんだ？いろいろなものを破壊することも、何が起きるかはプレイヤー次第。スポンジボブ、マトリックスターゲームは10月4日配信。このダイレクト終了後、予約受付を開始。なんだ？テトリスか、これは。出ましたなぁ。テトリス40周年を記念して、ダン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 。カービィとコラボしたテトリスやったことあるよって。今日俺カービィのキラキラキットが好きだよね、やっぱ。
テトリスか。そして過去作のルールがミックスされた完全新作テトリスタイムワープも遊べます。またテトリスの歴史に迫るドキュメンタリー映像も収録。ドキュメンタリー映像も入ってるな、すげえな。テトリス言うとなんか違う、昔の踊る大捜索で思い出しちゃうんでね。テトリスあるんだって、たまごっちだいて、たまごっちは俺が持ってるよって、イカリアさんのね、あれ枠さんのたまごっちがうんこしちゃってて、わかるかなこれ、昔踊る大捜索のドラマシリーズの時の。こうそう、このこれのカービィコラボの時俺役やるんだよな。なんだ風来の試練か。プラスマックが前後編で登場。前編ではプレイヤブルキャラクターコンマが登場。コンマは倍速で行動できるが攻撃ができない。特技のアナコンドリオや最後尾を駆使しながら進むことになる。後編にはプレイヤブルキャラクターマスクが登場。なんだ、シールダンジョン入れたら俺どうせポケモンシールダンジョン言っちゃうけどな。配信ありがとうございます本当。昔やっぱ僕のお好きが大事だったら海洋が仲間にその必死だったな。もっと赤だけじゃないで、あれ懐かしいな本当。風来の試練の時こっちはやっぱシール男女ってどうしてもな取っていっちゃうな。次は奇跡シリーズ。ほう、舞台は自然豊かなリベール王国。主人公のエステルと相棒のヨシュアは地域の平和を守るブレイザーとして核としてさまざまな依頼や事件なんか見たことあるってよ。敵に接近するとシームレスにバトルが開始。弱点となる属性を見極めてアーツと呼ばれる魔法を駆使して戦う。なんか見たことあるな。来年かハービーはないかな。いいわお、逆転だいわ、いきやり。おお、お使い行きゲームセンター CX で見ました。かまいたちの夜もそういうはきっかけ MZ ダシエフだったかな。エピックミッキーか。SAO か。わからんわからんわからん。お、なんだ次なんだ。おお、ときメモが、なんとこれは想定外。え、まんま、まんまなの。藤崎落としに行くのこれ。もう懐かしいなこの曲。うわ、夏ポキメモか。やったことないけど分かるぞこれ、さすがにこれは。まあこれもゲームセンター CX で見たんですけどねって分かるぞそれ以外でも。
そう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 、あの爆弾がやばいやつだろこれ。嘘、こんな綺麗になんの？え、ちょっとこれやってみてえな。え、何？やべえ名前出してくれるの？で、落とせるのか？ちょっと気になるの来ちゃったな。ときめもこれちょっと面白いな。30周年か。さあなんだ次は、なんだ次は。ん？まずカービィではないのはもうすぐ刺した。なんだオープンワールドっぽいのはわかるけど、なんだ？え、なんだなんだ？全然わかんねえ。何これ？あ、アトリエシリーズなんだこれ。へえ。新しいアトリエシリーズなんだ。次は？なんだ？これは。だからこれでカービィやろうよ。悪魔城ドラキュラ。もう DS 版で収録するってなら。じゃあカービィをそうしようよ。やっぱりこうリブート系列が多いよね。やっぱりそれならやろうよ。カービィもカービィ行こうよ。なんだ？わからんわからん。わかるけどわからん。そのソフトレに何の意味があるというのだ。あるのか。いいよ、俺うちランニングマシーン充実あるんだよね。だからランニングマシーンで俺走るから走ってるから。もういろいろ入れていきますね。もう仕事で忙しいですって。その2ダンガロンパか。あ、だからダンガロンパじゃないか。ダンガロンパのスタッフで合ってるんだけど。来年の4月。じゃあこういったらカービィやってよ。
なんだ？なんだそりゃ。3なのに2作目だね。なんだ？あ、これ前もやってたな。これは難しいな、ようわかんねえな。でもでもなんか発想はいいなぁ。ドラえもんだ。ドラえもん、俺ほんと昔のドラえもん、ドラえもん2、あの光の神殿とかさ、あの、のび、ドラえもん3、のび太の話、SNS とか3つのセリフとかさ、あの水中バギーのあの、わかるかっていうさ、ああいうのやりたかったな。水中バギーやろうよ、ドラえもん3つの成績。もうドラえきじゃないや。なんだろうね、昔のドラえもんアクションゲームは面白かったよ、ほんと。おいおいおい、ザ・ドラえもんズいませんか？ドラえもんズいたらちょっと俺気になるぞ、これ。呼ぼうよ、ドラえもんの仲の良かったあの6人を。なんで7人揃ってドラえもんズだろう。ドラパンでもいいぞ、カマンベール行きのドラ焼きのやつ入れようぜ。さあ、ドラえもんズいねえか。なんだ、テイルズシリーズは分かんないな。放送時間約40分、今23時38分、もうクライマックス。うわー、最高でカービィ来ねえかな、あの星のカービィ Wii デラックスみたいに。来てくんないかな。来てくれー。テイルズかー、僕からタイミングやってみてもいいのかな、テイルズシリーズ。みんな FF 行くんだよな。なんでそっち比べたんだろう。まあいや、ロマンシングサガね。三国志。出た猫。ベイブレードね。行け、ドラグーンしかイメージねえぞ。なんだ？
その3年後、大きな運命に翻弄される2人の少年を描く幻想水滸伝2。2つのタイトルが HD リマスターとして蘇る。やっぱ HD リマスターか。共に戦う仲間は最大108人。プレイヤーは様々なキャラクターと関わり、本拠地を発展させ、勢力を拡大しながら戦乱の物語に身を投じていく。だからリマスター HD ならもうかなりやってくれよ。ポケモンでもええで、ね、もうこの、いまだにさ、ZA がなんもないや、レジェンズ。そうそう、来てくんねえかな、ほんと。そろそろ来てくれよ、頼むから。さあ、なんだ、次は、違う。明らかに。龍が如く。カービィではないか。なんか虫キングのなんか変なのがあるって聞いたことあるんだけど、あれよりだろうとかで。龍が如くか。いかがでしたか。終わりますか。次が最後のタイトル。さあ次なんだ、最後なんだ。カービィ、カービィ、カービィ、ポケモンでもいい、カービィ。ああどれも違うか。もうなんだこれ。何ですか？ルーンあたりか。ということは今回もなかったか。なあ、なんかポケモンレジェンドアルセウスに見えてきた。カービィやってもええやんけ。任天堂ダイレクトソフトメーカーラインナップは以上になります。以上か。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで残念。でもときメモはびっくりしたね。いやー、というわけで、以上、任天堂ダイレクトリアクション動画でした。
いやー、全然リアクションできませんでした。いやー、ダメだったか、今回もカービィ。いやー、まあ、カービィは今新作制作中。来年1月はポケモン ZM 待っている。うん。まあ、待ちましょう、みんなで。いつか必ず来るからって。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。というわけで、また次回のね、どこかのダイレクトでまたお会いしましょう。バイバーイ。